はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もゴーストバイア東京続きからやっていきたいと思います。で、こちらのね、神社、残っなんだっけ残手じゃねえや森手神社、こちらをね開放して霧を晴らしていきたいなと思っております。じゃあ早速やっていきますか。通りのジョーカーということでね、行動範囲を広げていきましょう。物語進めないといけないんでね、今度地下鉄へ向かっていく感じになっておりますので、この後地下鉄にね向かっていこうかなっていう感じでございますね。これお札かな、じゃあ術だ、弓、はい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 、装備しとこうか。どこだっけ、インベントリので、2つ確か装備できるようになっているはず。 OK だね、弓と風属性、はいはいはい、 OKOK。で、あとはご飯、食い物いっぱいあるから、まあ、とりあえず大丈夫そうやね。あ、なんかちょっと変わってる。男の履歴書。渋いね。ゴーストウェアつけとくか。はあはあはあ、ワークブーツ。色切り替え。あー、なるほど。まあ。危険な時代を生き抜くスーツ。なんだこれ、何のスーツだこれ。なんか別なゲームのやつでしょ多分これ。はい、やよっしゃ行くか。んでどっか、あーとこれなんだ、何かを伝えたい、あれ、あ、これクリアしてないな。これ行くか、壁から聞こえる声。他何かあります、何かあるかな。他のやつは多分サイドミッション全部クリアしてんね。ああ、これだけはクリアしてねえや。じゃあ行きましょうか。どう行けばいい、力出るやろうか。うわあ、喋ってる喋ってる。さあ行こう。回収回収。ん？マジか、操作忘れた。しゃがむのってどうやんだっけ。しゃがむのってどうやんだっけ。引き抜きまーす。今立っ、あ、今立ってるのか。はい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 、はいはい、ここは引き回収と。やべ、しゃがみ方を忘れた。違うな、あ、わーわーったわった、 B ボタンか。あ、でもこれお前新人さんだ、警備員じゃねえか。新人さん新人さん、はいはい、おお。お前お前なんだっけ、吉沢ブレードじゃなくて、なんか、武士道ブレードか、あ、武士沢ブレード、臼田恭介の漫画であったっすよね、あの、光る棒を使ってどうにかするやつ。いや、超懐かしいの思い出しちゃったな。まあ、いや、いっか。いやー、ないでしょ、あれは。何、マジで。襲われたわー。よし、とりあえず行こう。というわけで到着ですな。このホテル4階だけ構造が変なんだよな。4階だけ構造が変、昔ここの修繕工事を受け負ったことがあるんだ。ほう、その時どうしても4階が一部屋少なかったんだよね。怪しいね。オーナーにそのことを問い合わせたんだけど連絡がつかなかったんだよ。それは行くしかねえだろう。後から聞いた話だと、そのオーナーそのまま行方不明になったらしいんだ。なんか気持ち悪い話だろ。オーナーやられちゃってんじゃないそれ。このホテル4階の間取りだけおかしいんだよな。部屋が足りないというか、このホテルってこれか。あ、普通に正面から入れたわ。お邪魔しま問題のフロアは4階だったな。なんでこんなところ入ってるの。とりあえずやるか。いただきます。回復しとこう。よし、飯食って。
ケー、はいはい、普通にこれ4階いけそうだね、いけるわ。え、いいの、ストレート4階行っちゃって。4階しかねえや行っていいのどころじゃなくて4階しか行けなかったっすわ。さてガードショコちゃんといきなりやられるかもしれん。大丈夫だ。おかしなところがないか調べてみようぜ。立ち入り禁止、 OK、 調べてみようぜ KK。 あ、これだろうね。壁、ここは。あ、妖怪？何？塗り壁か。こいつが部屋を隠していたのか。すげえ。壁。吸収しよう。塗り壁。ここでオーナーがいるのか。ん？閉める。シャワーと、まあ、ビジホの一室だね。この、この扉なんだ。防災扉的な感じなのかな。男の書き残し。家だと家族の邪魔が入るので、しばらくここに絵を置いて鑑賞することにする。これで彼女のことをずっと見ていられる。こうしていると、さまつなことをすべて忘れられる。いつかこのホテルも売り払い、彼女と旅に出よう。眠ってしまったようだ。それにドアがなくなっている。壁しかない。どういうことだ、出られないぞ。まあいい。ここなら私と彼女の二人だけでいられる。いつまでもここにいよう。塗り壁に閉じ込められちまったんだな。まあ、こいつは閉じ込められて本望だったみたいだけどな。なるほど。絵の中の女の人に恋をしてたんだろうね。これか。これって、歌麿の浮世絵、浮世絵師北川歌麿の絵画、ビードロを吹く女だ。オッケー。で、これこれを報告しに行くの？なんかこんなんあったよっつって、それでいいわけか。とりあえず出ようか。下へ参ります、下へ参ります。よしよし。あ、やっぱあのレイヤーズオブフィアのまだ余韻が残ってるから体がさ、ちょっとね、なんか警戒してしまうっすわ。エレベーターとか個室から出るとき。おお、待っててくれたんか。塗り壁っていう妖怪の仕業だったよ。だったよ。オーナーの行方不明もそれが原因だった。妖怪の仕業。それじゃあ俺には。そう、全部妖怪のせい。けどいろいろ謎が解けてよかったよ。すっきりしたか？成仏してった。よし。したら進みましょうか。で、向かうべき場所は分かっている。ここだね。よし、行こうか。途中で食い物も買ってってな。OK。 さてここだね。さて目標の場所に到着したので、先、あ、ちょっと待って、あれ、このニャンコと話してるか。よし、じゃあ行くわ。地下へ向かおう。そろそろボスそろそろボス戦欲しいな。あ、ムービー入りそう。入らないんだな。ここを通った。死の迷路。え、これか。向こうか。ああ、待ちたまえよ。慌てんな、慌てんな、慌てるな、慌てるな。ついてった方が、まあ、良さそうか、普通に。特に何もないですね。まあまあまあ、回収していきましょうか。順調に。順調に。おい。これで助けられる。あ、この辺開くわけじゃないのか。意外と敵がいないね。おい。で、回収。うん？所持上限か。オッケーオッケー。ちゃんと回収できてるってことはね。もう完全にあいつシカトしてんな。
あ、いるいる。よいしょ。寄り道しちゃうんだよね。おい、普通見つかってんのかい。よいしょ。オッケー。よいしょ。よーしょー。演奏禁止かよ。先を急がなきゃ。いるね。あ、ついてこ、ついてこ。ちゃんとやろう。さあ、私を導いてくれ。はい、送って経験値をゲットいたします。オッケー。これさっさとや、どうなんだろう。貯めといた方がいいのかな、後に。絶対使っちゃった方がいいよな。そろそろレベル上がる気がする。結構いっちゃってる。おお、やっぱりね。待って待って待ってよ、半ニャメの人。ん、また痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。女子高生がいるな。え、見つかってる。なんかあいつ屈伸してない。なんか戦うしかねえな。お前、男子高校生だ。後ろ、何これ。ちょっと待ってマシネさん、あの、後ろなんよ。なんだ、あめ、足早いな。ちょっと水に変えよう。よいしょ。 OK。 おい、やばいぞ。演奏禁止だよ。よいしょ。足早い、あいつ。よいしょ。ああ、まだいた。よし、水つえな。近くで当てられれば水つえ。習得した方がいいっすか。習得しておきますか。ちょっとパープしよう、マジで。スキルズ、この辺どうしよっかな。15なんだよね。20ポイント。いやー、これどうなんだろうな。所持数増やしてもいいんだけど、食い物かな、やっぱり。よし。これ、マガタマで6解除できるよね。OK、OK。10個に増える。よし。力をうまく使えよ。さて、下に行くか、こっち行くか。おん、結構これ迷っちまうぜ。回収しとこう。さっき増やしたばっかりだから。よいしょ。暗いな。暗いのはやだな。はい。なんだろう、あれ。向こう側に何かある。死の迷宮は頑張って抜けていくしかないから。あ、向こう側が正解か。え？めちゃくちゃ暴れとるが。いや、大変そうだな。なんで気づくの。なんで気づくんだよ。おかしいでしょ。よいしょ。よいしょ。お前、なんで気づくが。もう。あ、これ戻ってきた。なるほど。ここは繋がってると。まあまあ、そしたら一本道だ、大体。ルートはこっちで間違いないと。
閉めとこう。人はいねえが、化け物はいるみたいだな。だね。そんなところばっかりだな。よし、女子高生、やっとこう。うい。うい。あ、見つかっちゃった。はい、はい、はい。よし。よし。よいしょ。OK、引き抜いて。いただきまーす。ん？玉がキング。ゲーセンか。え？ちょっと懐かしいね。彼岸地区。ターボ学生事件。AKK の北書。高速道路上で起こった事件について書かれている。へえ。データベースに新しい項目？マジで？データベースに新しい項目。高速道路上を走る学生を見かけるという噂が入ってきた。ただ走るだけではない、車やバイクに追いつき事故を起こすように仕向けるらしい。間違いなくマレビトの仕業だろう。エドはこの話をターボババアとかいう都市伝説と似ていると言い出し喜んでいた。実際にはボイスレコーダーで声を再生していただけだが、一体いつ録音したんだ。そのターボ学生を何とかするにはこちらも同程度の速度である必要がある。この話にはリンコは乗り気になった。エド、デイルと協力して、バイクを組み立て始めた。完成したのは化け物みたいなエンジンを組み込んだバイクだ。それに化け物たちを寄せ付けないようなエネルギーを発生させる装置を取り付けた。これで簡単には事故を起こさないはずだ。運転するのはリンコだ。俺がその後ろに乗った。深夜の高速道路を猛スピードで走っていると予想通りターボ学生が現れる。追いつこうとするそいつを俺が仕留めて、追いかけっこはあった。怪我はなかったがバイクが壊れてしまった。まして、化け物みたいなエンジンを積むには無理がありすぎたんだろう。リンコとエドは修理するついでに、今度は霧を突破できるほどの改造を施すつもりらしい。2人とも仕事というよりはおもちゃで遊ぶガキみたいな顔をしていた。へえ、おもろ。あ、ていうか待って、25になってた。したらさ、なんかパープさせようね。連射速度は 30% か。ああ、なるほどね。そういうのが必要なのね。何体でも貫通し、傘やシールド。ああ、これ火にパープしとくか。大事そう、これは。よし。よし、行くぞ。はい、行くよ。よし。よし。先進もうぜ。あ、どんどん下降りてくじゃん。みりんビール。飲みたくないな、みりんビール。まあ、まずはこっち側からかな。ガッチャンこう。お、取る取る。これも、ガッチャンか。名薬座揚げ。名シリーズって食ったことないな。まあ、食うつもりも今んとこそんなにないんですけど、なんかパープするとか言ってたような気がする。ん？あ、見かちた。えい。はい、はい、はい。はい、はい、いや、待ってな。扉を閉めたことが裏目に出てる。扉を閉めたことが裏目に出てる。よし、よしよし、大丈夫、大丈夫。やめな、君ら。ちょ、いいね、いいね。弾幕が。いい具合に効いちゃってるよ。よいしょ、よし。ここ引き抜いて、回復したいでーす。よし。ふぅ。送っとこう。こまめに送っとこう、マジでね。片白が有限だから、これは送っとかないとダメですわ。はい、いってらっしゃいと。OK。幽霊転送。はい。なるほど。そちら側ね。しっかり回収していこう。で、金はしっかり使っていく。必要なものしか。OK で、矢を、ある程度やっぱ持ってた方がいい。片白増やして、9000ぐらいいいのか。どれくらい金があればいいのかよく分かんないな。1枚買っとく。で、ドッグフードは6あれば大丈夫よ。キビ団子で。よし。
じゃあ買ったわ。無駄遣いするなよ。大丈夫。分かってる。全て私の血肉になるから大丈夫なんだ。オッケー。で、向こうに向かうってことは先にこっち行くか。お。おお、すごい、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。よかった、幽霊で。普通の女子トイレでこのタイミングだとちょっとなんか言われるかもしれなかったね。あ、男子トイレだな。男子トイレ何かある。ん？こっちか。妙なものがあるな。ん？花子さんの包丁。学校のトイレ。やられてるじゃねえこの人。背中に刺さってたでこれ。いるのか。いるんか花子さん。大丈夫だ、大丈夫そうだ。私は襲われる心配なさそうだね。よいしょ。よしよしよし。吸収。オッケー。え？あ、そっち側？よいしょ。とりあえず金金金金。あ、こっちはいけない。行けなさそうだね。よしよし、じゃあ先行こう。歩いて、電車の線路歩いてくってことか。あ電車の線路歩いてくってそのままだな。歩いて歩いてく。歩いて歩いてく。よし。ライトつけて。ちょっとホラー感増してきたな。ホラー感いらねえんですわな。おっと、この上にやっとこう。地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。へえ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。そっちの方っぽいけど、とりあえずこっち側でなんかあるから。おにぎり。ん？取れない。え？オッケー。なんだこりゃ。犬神のミイラ。いや、なんだこりゃ、こっちのセリフだわ。確かになんだこりゃだわ。犬神のミイラっすか。はあ、開けます。気持ち悪い。犬の頭とか拾って。普通に拾ってんだもんね。なかなか妙な現象が。何何、歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。煎じ目。 OK、 近いぞ。近い近い近いぜ。ここにドリンクある。いただきます。あと一杯だけ。あと一杯。もう一杯。もう飲めない。よっしゃ。近い。え？てか、あれ果ててんな。でもこれなんで刺さってないの？なんで光ってんだろうこれ。謎だ。お？あ、でもだいぶ。てか、ここ人入れってことかな？これ、落書きされてっけど。下か。特に水浸しになってる以外何もないね。あ、ノーパソ。ある科学者が残した音声データ娘について語られている。まさか親父か。主人公の親父では。再生しましょう。今朝の話、娘がホットケーキを焼いてくれた。娘はパンケーキと言って譲らなかったが、世間ではその呼び名が流行っているらしい。同僚に確認したが知らないと言っていた。彼女に聞いたのが間違いだったかも。味はとても美味しかったが、最近の製品はよくできていると言ったのがまずかった。娘に加熱方法や時間について長々と説教されてしまった。なんだかんだ娘に愛されてるお父さんだな。科学者の端くれとして肝に銘じておこう。同時に娘の言葉は科学者としてとても嬉しかった。ほう、なるほどね。嬉しかった。なになになに。うわ、いっぱい。え、なにこれ。え、
これ儀式か。いなくなった。上も行けるし下も行けるな。まあ、こっち来いっつってるから。地下にこんなところがあったんだな。こっち行くしかなかろうも。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。いやこれ絶対ボスだわ。このエリア広さ、この感じボスでしかありえん。来たな、ついに。来ねえな。来たな、ついにって言ったのに。かっこ悪いじゃん。来てないんか。おお、神社。おお、神社神社。ムービー入ったということはこれ来てるね。ここにあいつがいるのか。だといいがな。多分違うやつじゃない。仲間いたからね。何か感じねえか。いた。おい、警備員ってわけ。瞬間移動か貴様。あいつが近い証拠だ。絞り上げて当たってる。え、おお、強そう。なんだよこれ。うろたえるな。うん、ちょっと食べてる。ああ、なになになに、すごくない。無理受け止めようとするな。はい、あの軌道なら飛び越えられるはずだ。はい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 、いけ。はい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 、よいしょ。ああ、本当飛び越えられる。はい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 、ダメだ、難しいな。いけ。いや、貴様やるな。いや、ジャストガードならない。ジャストガードならないな。ジャストガードならない。おお、ならねえな。はいはい。そうか。何の音？化け物がわめいてるんだろう。よいしょ。なんで、なんで撃たないの。よいしょ、いくよ。おお、あー、なんか弓矢になっちゃってる。これにしようか。ちょっとマジで、ちょっと食い物足りない。食い物、飯飯飯だ飯。いやマジこいつ苦手だな、クソ。よいしょ、抜いちゃい抜いちゃい。あ、抜けない抜けない抜けないっすか、抜けないっすか。そうっすかそうっすか。あ、お、いや、ナイス避け。あ、顔は明らかに手間取らせやがって。仲間じゃねえ、もしかして KK の。まさか、なんだ、どうした。いや誰？あいつ
して、どこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと。早くこてろ。なになになに、どうした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 。おい、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。あー、言われてみれば。何、じゃあどうすんの。ゲーゲー、倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。どうやって。すごい。なんかめっちゃ吐いたぞ。俺の体返せ。あー、ケケ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 。私の行動指針が。また忘れてるでしょ。忘れてる、何を。今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの。逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違う、違うんだ。どういうことですか。どういうことですか。戻ったのか。あ、KK がいなくなってる。剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。え、あれでだとしたら。あ、出ないのか。え、どうしよう。消えてる。どうしよう、これどうすんの。もう経験も。アキト君どうする、これどうすればいい。マリオ、どう探せば。ああ、はい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 、帰ればいいのか。一回あそこなら。あ、でも弓矢はあるんだ、しっかり。単独行動、KK と分離と霊力を用いた行動が大きく制限される。戦闘中はエーテルショットが使えなくなり、霊視や特殊な移動などが不可能になる。速傷や弓矢によるマレビトの撃破、アイテム使用、片代を用いた吸収などを行うことができる。とりあえずここ先進んで、これが使えないわけだ。出ない出ない。探知みたいなのはできないわ。じゃあ帰るしかなさそうだね。調べるに調べられん。ことか、登れる。KK はそしたら何者なんだ、マジで。すげえな。意味わからん力使ってたけど。体走ってるあの線みたいなのが、そういうことなのかな。正面突破が難しい言ってたから。確かに難しいわな。大回りしていくしかなさそうだよね。なんかすげえはしごある。え、ちょっと待って、これで地上いけるんじゃない。いきます。見ないでくれ、誰も僕を見ないでくれ、誰もいない。ここには誰もいない。ついてくんなよ、ついてくんなよ。
不利じゃないかな、ついてくんなよ。これで地上戻れんのかな、思わず来ちゃったけど。え、ああありがて、プラス1しかなんない。そうなんだよな、数がないんだよな。いやマジでさ、てか KK がいないとただのホラー系なんだよな。あ、でもこっち取ってくるので正解なんじゃない、これもしかして。いないもん敵。ゲット、おいはいはい、ここ開けられないな。なるほど、走ってきるかな。バカどもめ、私は発見できないだろう。あっち行きますか。矢が10本しかねえかな。うわ、この木とか後から生えてきたんだ。やっぱ最初から上通るしかないっていう雰囲気の作りだな。ちょっと体力回復しとこう。飯食うとこ飯。体力回復するしさ、体力上限もアップするからすごいいいよね。ちょっと待って、あの帽子の女の人やべえやつじゃなかったっけ。降りよう。この階段は何だっけ、こっちから来たわけじゃなかった気がするけど。これはどっち行けば正解なんだこれ。よいしょ、いやーやっぱそうだよ。あー、まっすぐ帰れない。上行くか。バレてないことを祈りつつ。これはもう上行くしかねえよな。くれ、よし、これしか手はない。これさ、吸収がまずできないんだ。あ、回収しに行こう。しっかりと出すケアしていく。よし、じゃあ上に戻りたいっす。あれ、ハサミの人あそこにいるな。倒した方がいいのかな。いけるか。やめといた方がよかったかもしれん。やめといた方がよかったかもしれん。これ余計なちょっかい出しちゃった。マジちょっかい出しちゃった。ごめんなさい、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 ごめんなさい。謝っとるやないか、謝っとるやないか、わし。やばい。いなり寿司。もうガードも。ガードもまともにできん。開かない。いやでもあれ倒さなきゃまずかったか。いやいやいや、大丈夫大丈夫。ついてきてるか。うわっ、ああビビらせやがって。ちょっと、え、全然聞いてないじゃん。ちょっと全然聞いてないじゃん。ちょっとマジ全然聞いてないやん、全然聞いてないやん。ちゃんと引かないとダメなの、引き切らないと。うわ、よいしょ、おいな。
いやマジ全然ダメージ入ってないぞ。うわうわ無理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 、もうないんだけど。くそマジか。え、こんなに矢って弱いんだっけ。そう、麻痺札があるからちょっと麻痺札でなんとかしよう。男の子の霊知らんわ我慢しろ。ちょっとこっち忙しいんじゃ、ちょっと生き残るので。地上へ帰る、地上へ帰る。またどうせそのうち来るんだろうから、一周して一周して。いやーいやー、おいないか、いやいやーないか、いやいやがないかな、いやーいやーないね。よいしょ。おっと、うん、なんで今しまった。して、よし。あ、どこ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 で行け、どこ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 で行け、あ、あっちか。よし。よし、もう走り抜けろ、走り抜けろ。足りないぞ。いろいろと足りてない。いろいろと足りてないから。よいしょ。え、なんで、なんで。よし。閉める。ふう。あ、よしよし。よしよし。よいしょ。えいえい、開けろ開けろ開けろ、早く開けろ早く開けろ逃げろ、やべえぞ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 。あ、出た出た出た、地上出たわ。おーい、クラッシュしやがった。ちょっとざけんなよ。おーい、ふざけんなよ。クラちょっとま、おーい、ちょっと出るわ、そしたらもう、何本当言ってる。マジふざけてるじゃねえかよ。なんでクラッシュ、ちょっと脱出まで飛びますね。オッケー、さっきクラッシュしたとこまで戻ってきたぞ今度こそ頼むぞ、クラッシュしないでくれ、頼むぞ頼むぞ、お願いします。お願いします。お願いします。マジお願いします。よし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 。やっと外か。あ、ここか。来たか。オッケー。というわけで今日はこの辺で終わりにしましょう。クラッシュしてね、ちょっと私の PC もちょっと今日やめないって言ってるんで、今日やめときたいと思います。じゃあですね、次回またこの続きから、マンションに戻るとこですね、やっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。ここまで語り私、コインでお送りいたしました。それではまた次回まで。さよなら。バイバーイ。ワンちゃんや。あ、言葉わからんのね。